ソフトバンク 3×2 楽天、21日、水穂ペーペードーム。ソフトバンクが劇的な逆転サヨナラ勝ちを飾った。日本ハムが敗れたためマジックを2とし、優勝に王手をかけた。王高下、250号達成の山川、試合前に王会長と打撃談義、写真。試合後、小久保弘樹監督の一問一答は以下の通り。 一点を追う9回は栗原良也が送りバント。ホームなので同点狙い。次のイニングはヘルナンデスを準備していたので、同点まで行けばもうワンチャンスあるというので、あそこは逆転狙いというより同点狙いで栗原にはバントを出しましたけどね。山川を勝負してくれるかどうかは微妙でしたけど、中村明が5番にいるということで彼を信じてというところでやりました。 柳町たちの逆転さよならだ。2級で2ストライク追い込まれて、2ストライクアプローチに入ったわけなんですけど、高めのストレートですよね。反対方向に、今年一番興奮しました。監督自身もガッツポーズも、やっぱりマジックがここまで減ってきても日本ハムも負けることはないでしょうし、自力であと4つという中でこれであと3つになったので、今日の勝ちは本当に大きいなと思いますね。 山川穂高が250号、対戦成績を含めて、1、2打席目とあまり勝負してもらえなかったところ。3打席目、先頭バッターで甘いボールを1球で仕留めるのはさすがですし、何よりも4番山川の記念すべき250号が勝ち星につながったというのが一番じゃないですかね。現状、質問時点、でマジック3。 もう、ここまで来たら負けたから反省とかそういう時期じゃないので、とにかくあと3つ勝つために何するかだけを考えて、明日から取り組んでいきたいと思います。下向き黒三角正さきでというのもちょっとよぎった、今年一番と言ってもいいぐらい、国母監督一問一答完全版は、おすすめ記事、から。シャープ夫をホークス情報。